はい、こんにちは、カズボウです。今年最後のドラゴンクエストタクトの実況ですね。というのが、マルティナとかね、ドラクエ11イベントやってまして、まあ、ウルノーガとかもいいんだけどね。それでね、マルティナとメルトワか。まあ、それのロードがあるのでね、まあ、本当に実況した時にでもね、最後やってね、終わろうかなと思いましてね。あと、ベロニカの英雄クエストとかね、なんかいろいろあるみたいなんで、そんなのもね、やろうかな。まあ、本当にストーリーを見て楽しむじゃないけどね。そんな感じです。まあ、いけんじゃないかこれ。どうなんだろうね。マルティナ、モコリーからお手紙が来てるの。モコリー？誰かしら？格闘、闘技場だね。闘技場のオーナーだよ。熱い戦いを見たがってるんだ。闘技大会のお知らせ？なるほどね。でもなんで私に？マルティナの噂を聞いたんだろうね。腕試しに参加してみたらどう？お、そういう感じか。マルティナなら優勝間違いないの。賞金でスイーツ巡りをしたいの。いいわね、スイーツ巡り。それに今の自分がどれくらい強いか試すにはいい機会かもしれないわ。それじゃ早速闘技場に行くの。港町の闘技場でやるらしいの。闘技大会目当ての観客はゴールドをたんまり持ってるはずだ。稼ぎ時だぞ。あらあら、これはお仕置きしないといけないわね。ドラクエケシケシの方でもね、今イベントやってますよね。グエ、まさか参加する側だったとは。これに懲りたら、こんなことは二度としないことね。さすがマルティナ、やっぱり強いや。この調子で大会も頑張ってね。嘘ね、ウォーミングアップもできたし、頑張るわ。とりあえず鍛えてるのと鍛えてないの結構極端だからね、自分もね。毎月何体かね、やっぱり追加されるんで、それをね、最大までね、全部鍛えるってなると至難の業ですからね。到着なの。こっちの世界にもなかなか立派な闘技場があるのね。うむ、そこのガール、マルティナ城じゃな。わしはモコリ。熱い戦いを期待しておるぞ。あら、あなたが、こちらこそ招待ありがとう。頑張るわ。それじゃあ行きましょうか。みんな盛り上がってるか？モコリ主催の闘技大会、1回戦の始まりだ。うおー、マルティナ、私たちもセコンドとして応援するの。頑張ってね。ありがとう、それじゃ行ってくるわ。まずは1回戦、始め。マルティナはね、絶対もらえるからね。イベントやってれば。メルトワも、そうだね。ベロニカはスカウトガチャじゃないともらえないけどね。たまたま自分当たったんですけど。はい、失礼、飛んだね。勝者、マルティナ。ふう、いい試合だったわ。懐かしいわね、この感じ。さすがだね。この調子なら、本当に優勝できそうだよ。うふ、そうね。スイーツのためにも頑張るわよ。すごい、やる気なの。マルティナはスイーツに目がないの。でも、甘いものって太るんじゃ。その分、動けばいいのよ。この大会も、スイーツの、スイーツ前の運動だと思えばいいのよ。なるほど。でも、モナンは応援だけだから止めなくなるかもね。それは困るの。私も今のうちに運動しておくの。1234なの。そうだね。まあ食べたいものあればね、まあその分だけ、まあ消費するのもやっぱ大変ですけどね。you
さあ続いて2回戦、お相手はメタルハンター。いけっかなこれ。ピピピ、お前の動きは見切った。なんだって、さっきの試合でそこまで。あらそう、でもそう簡単に行くかしら。減らず口よ。さあ準備は整ったみたいだな。2回戦開始。まあいけないようだったらちょっと鍛えてやるしかないからね。そればっかりはね。あーっと、マルティア選手の華麗な蹴りがメタルハンターの顔面にヒット。私の足技どうかしら。何も見えない、降参だ。メタルハンターのカメラを突き破り一撃。勝者、マルティナ。やったね、マルティナ。すごい威力の蹴りだったね。なんだか、視線が気に入らなかったから本気で蹴っちゃったわ。僕も気をつけるよ。よくわからないけど、またスイーツに一歩近づいたの。まあここの素材とかもね、やっぱり何気にいいからね。3回戦の相手はこいつだ。さっきの足技は見事だったぜ。だが近づく前に俺の猛毒の息で一コロだぜ。私は武闘家だけど武器も使えるわよ。例えばこの槍とかね。なんだと、そんなの聞いてないぞ。待ったはなしだぜ。3回戦レディーゴー。まあなんだかんだいけそうですよね。そこよ。うわあ、なんという槍さばき、グフ。ポイズンリザード、マルティナ選手の鋭い一撃でたまらずダウン。3回戦勝者はマルティナ。リーチの長い槍で距離を狙っとったんだ。見事だね。いろんな相手に対応するために学んだ技が役に立ったわね。さて、行くぞ。ついに準決勝、準備はいいか。ピピピ、お前の動きは見切った。デジャブを感じるの。また顔面に蹴りをお見舞いしてやるの。私をあんなポンコツと一緒にするな。見よ、このスピード。早い。これは何とかして動きを止めないといけないわね。何か策があるの。機械相手に通じるかわからないけど試してみる価値はあるわ。それでは準決勝始め。
これも持ってないな、自分。なんか出てたよね、前ね。ピピピ、深刻なエラーが発生。マルティナ、かわいい、美しい。うふう、ありがとう。マルティナのお色気に魅了されたみたいだね。機械さえも手玉に取るなんて、なんて恐ろしいの。魔性の女ってやつなの。マルティナ、決勝戦進出。次は決勝ね。これに勝ったらスイーツ巡りね。楽しみなの。優勝頑張ってなの。あと2回か。それでメルトアやって終わろうか。ね。いつでもできたんだけどね。やっぱりね、実況の時にやりたいからね。撮ってたっていうのもあります。さあ、いよいよ決勝だ。ここまでたどり着いた、亡者ならば、猛者ならばか、亡者か、きっと最高のバトルを見せてくれると信じているのじゃ。うおう、貴様の技どれもなかなかじゃないか。だが2本しかない足ではわしの技は防げまい。手足の数では勝負にならないの。これは強敵の予感なの。心配しないでもな。スイーツのためにも必ず勝つわ。さあ、両者とヒートアップ。決勝戦開始。まあ、大丈夫だね、なんかね。魅了された。はあはあ、この足が手も足も出ないとはなかなかやるではないか。戦いの最中に相手を褒めるなんて余裕のつもり。そうだ、まだこの手足以外にも奥の手がある。次最後だね。だいたいマルティナ無双だよね。カニが57なのに強えね、やっぱりね。お前たち、あのスライムとピンクモンモン捕らえるのだ。セコンドの僕たちよ。捕まったらマルティナが本気を出せなくなっちゃうの。おっと、テンタクルス、セコンドに狙いを定めています。これは反則じゃないですか。どうでしょうか、モコリーさん。真の強者はどんな逆境も跳ね返すのじゃ。熱い戦いになりそうだから試合続行なのじゃ。なんと、では試合続行です。マルティナ選手には厳しい状況ですが奮闘してほしいです。ちょっと、なんでそうなるのよ。でもそんなことも言ってられないわね。モナンたちには指一本触れさせない。今度こそ守ってみせるわ。行くわよ。まあ3体。あ、後ろにもいるのか。固めとこうか。いけんね。やられちゃったけど、まあクリアはできますね。うわ、勝者マルティナ。うおお、なんとか勝てたわね。モナンたちも大丈夫？大丈夫なの。僕たちを守りながら戦って勝つなんて、やっぱりマルティナはすごいや。ありがとう。
どういたしまして、それよりも優勝よ。早速スイーツ巡りに行きましょう。賛成なの。楽しみなの。戦いが終わったばかりなのに、もういろんな意味で、やっぱりマルティナはすごいや。まあちょっとやられましたけどね。まあクリアはクリアですね。マルティナもね、やっぱ覚醒するのに、いろいろね、条件ありますんで、何のレベル20を倒すだとか、いろいろありましたけどね。今やってる最中なんで、それは置いといてね、とりあえずロードはいけそうなんで。あ、こっちは余裕だ。ベロニカ使えんだね。とりあえずもうレベルは最大になってますんで、おそらくいけると思いますけど。わらわに美しいものを見せると言ったな。言っておくが、わらわの目は厳しいぞ。もしつまらぬものだったら、貴様らもわらわを彩る取るようにしてしまうかもしれんぞ。ふふふ、大丈夫なの。美しいものといえば芸術品なの。とっておきのを見せてやるの。この自信はどっから湧いてくるんだろう。不安だな。たっぷり見るといいの。これが自慢のゴーレムなの。まさに芸術的なモンスターなの。このような土くれ人形が芸術だと、わらわは舐めておるのか？あ、メルトア、暴力はやめるの。まあ、ドラクエタクトは一癖二癖ありますよね。そうね、攻撃して吸収するっていうのは触手。ゴーレム、時間の無駄であったな。やはり貴様らの使い道は取るように。そんな嫌なの、スラクと何とかするの。僕それじゃあお気に召すかは分からないけど。塗料にされちゃう。墓場なんかに美しいものがあるの？なんとも神器臭い場所じゃな。およそ美とはかけ離れておるわ。まあまあ静かにしてよく聞いてほしいんだけど。お供え物なの。ちょっと味見するの。ほな静かにしてってば。というか罰が当たるよ。お前俺のお供え物をよくも。キャー、なんか出たの。罰を当てに来たの。まったく騒がしい。うるさくてかなわぬ。どのぐらいの方がいいんだろうな。まあいいや。殴りで倒せ。まあまあそうだよ。そらそうは。恨めしや。うん、これで静かになったであろう。それじゃあ気を取り直して耳を澄ましてよく聞いてみてよ。ん？これはなかなか良い音がするな。虫の鳴き声なんだ。綺麗な音だと思わない？かかか、これは確かに美しい、ね、音色よの。外の世界には見えなくても美しいものがたくさんあるんだよ。確かに絵は見てわかる美であるが、音は伝わらぬ。かかか、面白い。ではわらわをもっと楽しませよ。どうやら塗料にされずに済んだの。この調子でもっと教えてあげるの。おお、さすがスラクトだね。スラクトってあのドラケタクトだからスラクトっていうんかね、今更だけど。モなんてなんなんみたいな。あ、デンダ未生児。あ、そうか、あれ A ランクかこれ。そうだね、ベロニカと一緒に出てくるやつだ。
次はこの草原だよ。綺麗なお花がいっぱい咲いてるの。まさかとは思うが、この花が美しいなどとは言うわけではあるまいな。花など絵で飽きるほど見てきたわ。目的はこの花だよ。だけど。ガウガウ、ウーガウ。なんじゃ、この生意気な子供は。わらわがしつけてやろう。ネルトラロード7にオーブがあるんだ。そう、オーブもね、集めなくちゃいけないんですよね。ドラクエ11イベント。普通にストーリーやったりとか、うん、まあいろいろ、まあ塔を登ったりとか、いろいろありますけどね。まあそれもね、やってるとね、とても動画に全部入りそうにないので、もう今後ね、このロードだけ楽しもうっていうね、感じで作っていこうと思ってますんで、ドラケタクトはね。ガウガウガウ。花畑を荒らさないでって言ってるの。そんなことはしないよ。いきなり戦いになってごめんね。それじゃあメルトは、この花の香りを嗅いでみてよ。香りじゃと、どれどれ？これは、なんとも気品あふれる美しい香りと言ってもよいの。わらは塗料の香りしか知らなんだ。これもまた新鮮な体験よの。それはもったいないの。世の中には他にもいい匂いのものもいっぱいあるの。そうだね。さて、今日はこの辺りにしておこうか。もうちょっと一個文字間違えたけどね、自分ね。今日は何を紹介しようかな？ん？あれは？スラクトだけにいい格好はさせないの。今度は私の番なの。この前のゴーレムのリベンジなの。見るがいいの。ストンマンなの。造形美が生かしてるやつなの。ゴゴゴ。石になったところで何も変わらぬわ。却下じゃ。あ、メルトはボールからやめるの。ストンマン、次ゴールドマンとか出てきそうな気すけど。なんで右にずれてんだこれ。あ、さ、なんか出てくんのかな。なんか出てきそうだったよね。ゴゴゴ。ストーンマン、やはり時間の無駄であったな。しかし貴様はセンスがないの。どれやはり取るように。キャー、待ってほしいの。それじゃあゴールドマンを連れてくるの。金ピカでゴージャスなやつだな、やっぱり金など見飽きておるわ。まあまあ落ち着いてよメルトは。このストーンマンを触ってみてよ。触れだと、どれ、むむ、すべすべとした感触、スリスリ。これはなんだか癖になるの？曲線美と磨かれたボディによる手触り。どう？見た目だけじゃわからないでしょ？もう五感を、五感だよね。確かに想像できなかったな。外の世界、存外に面白いではないか。そう、それを紹介しようとしてたの。早とちりは良くないの。とりあえず次はスラクトに任せるの。ゴールドマン触ってもどうなんのみたいになるけどね。次もしいるんだったら。あ、モナンとスラクトこんな感じだからね、相性いいんでしょうね。僕が最後に紹介したものはこの森の奥にあるらしいんだ。なんだか不気味なの。カカカ、次はどんなものなのかの。実はこの先でしか取れない珍しい果物があって。ゴールドマンではないんだね。お、ボボンガーだ。お前たちあの果物の、果実を取りに来たのか。果実だよな。あれは俺様のものだ。びっくりしたの。とにかく反撃するの。だからまあね、その五感だとしたら、まあ絵はね、視覚だよね。なんか今回カニが活躍してるよね。
畜生、俺様だけで独り占めしたかったのに。かかかそこまで欲をかきたてるとは、興味が湧いてきたの。どんな味か気になるの。他の魔物に取られる前に急ぐの。情報だとこの辺りのはずだけど。なんだお前ら、この森に何の用だ。この森に珍しい果物があるって聞いたの。お腹いっぱい食べたいの。こっちが果物で、さっきの果実だね。実って書いてあったじゃん。物と実だよね。ここは果実だね。あの果実を狙ってるのか。俺の大好物なんだ。たくさん食べられると困るぜ。ご託は良い。わらわに食べさせるのじゃ。あ、味覚だね。そうだね、味覚。トマホーガーも何気に S ランクだからね、これね。さすがベロニカだね。まだあんま鍛えてないけど。いててて、わかったわかった。そこまで食べたいなら許可してやる。だが、食べすぎないでくれよ。わかっておる。では、こちらのみずみずしい果物、果実を食べるとしよう。スパイ、スパすぎる。私も食べるの。疲れた体に効くの。そっちはまだ若い身だからね。こっちのを食べてみてよ。なんじゃこのみすぼらしい見た目は。全くもって美しくないではないか。まあよい、食べてみせよう。あ、甘い。なんたる美味。絵の世界で食べたどの菓子よりも美味。絵の世界は見た目しかわからないけど、外の世界には見る以外にもいろんな美しいものがあるんだよ。見た目だけではわからぬ美しさか。なるほど、素晴らしい体験であった。大義である。私もその果物を食べたかったの。だから、まあ絵はね、その一つの感覚だよね。だから他もあるんだよっていうね。まあそんな通りの話ですよね。まあわかんないけどね、その絵も描いてさ、その塗料もさ、その凹凸があるから、そういうの触ってわかる人とかもね、本当に極めてる人だったらいるのかわかんないけどね。そこの世界はちょっと自分もよくわかりませんけどね。お前らまた来たのか。かかか、わらわはこの森が気に入ったぞ。絵の世界では味わえぬ体験が実に良い。ここまで外の世界を気に入るとは思わなかったよ。でも確かにこの森はのどかで気持ちいいの。ははは、それには同意だぜ。この森は癒されるからな。そういうことならゆっくりしていきな。そういえば食べる前は腹を空かすのが良いそうだな。あの果実を食べる前に一斉交えるとしよう。なんだと。なんでそうなる。メルトは案外戦闘民族だね。下にいいけど、これもういいね。ああ大丈夫だ。ちょっと一時どうなるか思ったけどね、大丈夫ですね。ぜいぜい、お前容赦がないな。かかか、いい運動になったぞ。やはり運動の後の食事は美味であるな。次はどこに連れて行ってくれるのだ。まあメルトは A ランクで、トマホーが S なんだけどね。メルトはあの、なんだっけあれ、もう一種類の方 S だけどね。海が見たいの。海か。実物を見たことはないな。楽しみだの。ああ海もそうだね、視覚だよね。外の世界気に入ったみたいだね。よかったよ。赤か、良い刺激になるのを。わらの美と芸術もさらなる高みに行ける気がする。礼を言おう。作品ができたら今度私たちにも見せてほしいの。楽しみだね。お、オーブ取りましたね。まあこんな感じで進めていくイベントですね。よし。これでもう心置きなく裏でやっちゃいます、ここは。はい、ということで、まあこんな感じでドラクエタクトはね、その時その時で出てくるキャラの、まあ、メルトラロードとかそんなのあったりね。あとはまあそうだね、
まあ、あとストーリーとかもね、追加されていくと思うんで、まあ、そんなのメインでいけばいいかな。中の細かい攻略とかは、まあそうだね、まあ自分もね、結構やってますけどね、うまくいくときもあればうまくいかないときもあるんで、まあそれだったらね、ストーリー重視でね、進んでいけばいいかなとか思ってますんでね、よろしくお願いいたします。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターを流してあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。